よ。初レッスンお疲れ様でした。こんなに走ったの初めてかも。プロデューサー、今の私の気持ちわかるかな。そう、レッスンの後で食べるドーナツがこんなに美味しいなんて思わなかったよ。ほっぺが丸くなっちゃいそう。うん、疲れたのもそうだけど、それよりこのドーナツがとっても美味しくて、甘さが増した感じっていうか、それは思ってないかも。私、水なしでもドーナツ食べられるから、今日は一層美味しくて。あのね、事務所ビルの周りをぐるぐる走り込みして初めて気づいたんだ。これまで私何にも分かってなかったって。ドーナツの味がいまいちな時は、つまり私がいまいちだったんだよ。運動もしないでパクパク食べてばっかりで。私が頑張ればこんなにもドーナツは応えてくれるんだもん。もう身にしみるほど美味しくて、なんだか涙出てきちゃった。私きっとこれまでたくさんのドーナツを悲しませてきたよね。でももう悲しませないよ。これからはアイドルとして運動して美味しく食べて、その分みんなを幸せにするの。ドーナツの本当の美味しさが分かった今は、もっと大きな幸せ伝えられるもんね。この感動うまく言えてないかな。でもアイドルのレッスンすると前よりずっと楽しいのは本当だよ。空、青くて気持ちいいね。ねえねえ、あの雲ドーナツに似てない？いつか登って二人でパクってしたいね。